ほんとほんと、いやーもう20度いつになったら戻るんだ溶けちゃうって脳みそがさあ、そういやお前んちってクーラーってあるんだっけ。あるよ、クーラーじゃなくてエアコンな、ガンガン活躍中あ、そういえばえ、いや気のせいだった、気にしないでくれ、なんでもない。おいおい、そういうの気になるじゃん。逆に聞いてしまったら最後気になってしまう話だと思うな、特にお前の場合はな。いいから聞かせろよ。しゃあねえな、聞いた後でぐちぐち言うなよ。わーったって。エアコンの風量を最大にすると、うんうん、ゴーって落とすんじゃん。あれだけどさ、夜中に聞くとあるらしいぜ。先日に続く猛暑、今夜も寝苦しい夜になりそうです。皆さん水分をしっかりとって休みましょう。ではまた明日。寝るか。あれさ、夜中に聞くと霊の声に聞こえるんだって。ほら、霊って冷たいところに集まるって言うじゃん。3時か。マジで気をつけろよ。